2013年カンボジア国民議会選挙はカンボジア王国における立法府会員である国民議会を構成する123議員を改選するための選挙で2013年7月28日に投票が行われた国民議会議員の任期5年が満了したことに伴って行われた選挙で8つの政党が参加した圧倒的強さを誇る噴戦首相与党である カンボジア人民党に対し、サムランシー率いるサムランシー党と人権活動家、ケムソカー率いる人権党が合同して結成されたカンボジア旧国党がどこまで躍進できるかが焦点となった。人民党は、党独自集計の結果、過半数を上回る68議席を獲得したとして勝利を宣言したが、前回選挙で得た90議席から大幅に後退する結果となった。 一方、旧国党は長期政権に近する政治腐敗や経済格差是正を訴え、都市部の若年層を中心に支持を拡大し、55議席程度を得る見込みとなり、前回選挙でサムランシー党と人権党が得た29議席から大幅に躍進した。この結果について、旧国党のサムランシー党首は1割以上の有権者が有権者名簿の不正によって、 投票できなかったほか、実在しない幽霊有権者や名前の重複などを利用した人民党による不正選挙として選挙結果の受け入れを拒否する姿勢を示している。ありがとうございます。